来たる冬シーズンに向けてですね、アイテムを一つ購入しまして、今日届きました。ちょっと右手で撮影してるので、左手でちょっと開けようと思いますけれども、はい。今回で7つ目。7つ目ですね。これです。開かない。はい。これですよ。ヘルメットですね。ヘルメット。よいしょ、よいしょ、はい、バーンのヘルメットですね。買ってみました。はい、で7つ目ですね。でバーンのヘルメットは、3つ目です。サイズは一緒なので、まあ試着しなくてもまあフィット感とかが分かるということで買いました。でその他にもジローですとか、頭にフィットしてなおかつ軽くてですね、ほんとつけ心地よくて気に入ってるのもあったんですけど、やっぱり何かこうスキーとスノーボードと考えた時に、なんかこう格好といいますかね、フォルムだったり、デザインとかですね、どうしてもスノーボードには合うけどスキーには合わないとかですね、まあその逆もあるんですけど、まあそのためにこうどんどんヘルメットも増えてしまうということで、本当に自分にはこのバーンのヘルメットですね、頭に合ってて、非常にいいかなと思います。で、まあ今だから、まあ、3つ目とかですね、同じものを買えるわけなんですけど、まあその1、2、3、4、5個目かな、あ4つ目か、4つ目まで正直頭に合わなかったのもあったんですよね。使わずにそのまま結局、売りに出しちゃったっていうのも、まあ、中にはありましたし、でまあ試着すればいいわけなんですけどもね、お店とかで試着して、いやでも試着したけれども実際使ってみてやっぱりこうその振動とかやっぱりあるわけで、滑ってる時にですね、あと、まあ、中にかぶるビニですね、帽子とかインナーとかですね、それによってもちょっとずれ方が違ったり、まあ本当正確に言うとヘルメットはなんか帽子をかぶらないでそのまま直接かぶるのがまあ正しいというか、まあ安全性が一番こう確保されるみたいですね。どうしてもヘルメットの下にビーニーとかこうかぶってると、まあ衝撃があった時にずれてしまったり、本来のその性能を発揮できないっていうこともあるみたいなんですけど、でこのバンの説明書にはそういったことは書いてなかったと思うんですよね。前にその購入したものそうには書いてなかったですね。これには説明、これ入ってる、ここに、説明書がこう入ってますけれども、この中にもしかしたら書かれてるかもしれませんけれども、これ日本語ないかもな。日本語っぽいのが書いてないですね。ちょっと今片手なので、
あ、もしかしたらちょっと書いてあるかもしれないんですけど、うん、っていうことをヘルメットが流行りだした時にですね、まあ、ある方から教えてもらってですね、うん、そうヘルメットの被り方が悪い人とかですね、下にビニーを被ってた人を、その方はもう本当に注意してましたね。本当にきつく注意してました。まあ、この注意した人っていうのは本当に、基礎スキーをやっている方ならもう絶対に聞いたことがある、方、本当に重鎮と言いますかね、もう生き字引みたいな方ですけど、うん、その方を目の前にして本当にみんな説教を受けてですね、もう直立不動で聞いていた記憶がありますけど、今思い出しましたけども、ね、はい、今何の話してたかな。そう、あで、そう、それに、まあ、フィットするまで、行き着くまでにやっぱりそれだけですね、まあいろいろ買ってはみたものの、やっぱりその、うん、実際装着してみてつけ心地が悪かったとかですね、なんか、うん、思ったように、うん、思ったようなそのフィット感、うん、使い心地ではなかったっていうのが、まあ、確かにあってですね、うん、まあ、道具選びってそういうところがちょっと難しいですよね。うん、まあ、靴とかもそうですけどね、ランニングシューズとか登山靴とか、まあ、靴とか、まあ、ちょっと分かりやすいと思うんですけど、実際靴屋さんで試着して歩いて、まあ、例えば5分10分やってましたけれども、実際歩いてみたら、うん、やっぱりこうちょっとずれるとかですね、うん、なんかちょっとかかとが浮くとか、うん、浮いてきたとかですね、まあ、自分はそういった経験ちょっとあるので、ちょっと思い出したんですけど、うん、まあということで、まあ、今回自分はこのバーンのヘルメット3つ目ですけれども、今のところ、うん、モデルチェンジないので、また冬ですね、使って快適にスキー、スノーボードしたいと思います。はい、ということでヘルメット購入しましたという話ですね、記録してみました。ということで以上。